や本当に少しだけします、本当に少しだけだけど二度あることは三度ない、あるないこともあるかもしれない、二度あることは三度あるというけどないこともあるかもしれないですね。クマありがとう。ゆういちさん推ししか勝たん、掛け軸ありがとうございます。なんで配信したかというとあれです、明日絶対的に配信できなそうだったから。帰ってすぐやってますそうやっぱ毎日アイドルだから。秀一さん俺の嫁ありがとう。明日はめちゃめちゃ早起き、明日の5時でもよかったのにって、もう5時もできん5時配信もできんぐらい早起きなので、頑張る。起きれるかな、不安。夜カリンダーって、なんか夜が、まあ、夜の方がなんかしっくりくる気がするやっぱり私は夜型なのかな。モーニングコーヒーは飲めそうって、もうモーニングコーヒーは空いてない時間に集合するから空いてないね。移動で寝る人って、寝るかな。でもその車のなんかその広さ、座席の広さとかにもよるかもしれない。いい感じの寝る体勢につけたら寝れるんですけどって感じかな。お出迎えのコンディションが気になるって、もうまあそこはね、その時はちゃんと目覚めてるはず。どれくらい席は倒すのって、後ろの人に迷惑にならんぐらいめっちゃ倒したらさ、すごいスペース狭くなっちゃうじゃん。マー君めっちゃ可愛い、ありがとうございます。ね、今日はもうゆっくり休もうと思うけど、もう今からお風呂入れようかなお風呂入れてお風呂が沸くまで配信しようかな。それで配信終わってすぐお風呂入ったらめっちゃ早く寝れそうじゃない。ガチであり？本当に？お風呂掃除はねもうしたの、し終わってるの。だから本当にじゃあ入れてこようかなお風呂ってどれぐらいで沸くっけ？10分ぐらいかな。じゃあちょっとお湯入れてきますなにこの配信。
中生活感あるってお風呂上がりの配信楽しみ。あ、おや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 、ヒューガヒャンさん面白い女掛け軸ありがとうございます。ウィンクしてって今日なんか昼間配信した時はウィンクうまくいったのに夜になったらもう下手くそになっちゃった。じゃあありがとう、みんなのおかげで早く寝れそう今日。早く寝れそう。だってお風呂ね、もう沸かしちゃったらお湯が冷めちゃうから入らなきゃいけんもんね。いっこさん守りたいこの笑顔、ありがとうございます。みーくんめっちゃ可愛い、ありがとう。そう、早く何時に寝ようかな。でもいろいろ今から荷物作ったり準備が、それはお風呂上がってから今日の夜あるから、10時までにお風呂上がるでしょ。で、11時までに準備するでしょ。そんな時間かからんか。10時までに上がって、でも10時半ぐらいまでいろいろちょっと髪を乾かすまでのゴロゴロタイムで、11時までに準備して、やばくない？もう私の計算でいくと11時半とかには寝れそう。すごい、こんなことある？こんなことあるんですか？そしたらさ、11時半に寝たら12時半、1時半、2時半、3時半、4時半、5時間ぐらい寝れる。私の今の頭の中の計画ではすごい素晴らしい計画が立てれてるんだけどね。早い早朝集合にしてはいっぱい寝れるね。アニメはちょっと今日は見ないように。カズサさん推ししか勝たん、ありがとう。でもそうね、予定通りこなすのが大変だね。もうさ、レッスン後でめっちゃボサボサになってる。今日はゆらちゃんに会って、会った瞬間に、あ、いけちゃんだって握手してくださいって言いました。そう、スターに会っちゃった。テレビで見た人だって。
握手してくれんかった気がする。してくれたっけな。してくれんかった気がするな。もうやめてって言われた。サインもらわなかったのって、サインもね、そうサインもくださいって言ったんですけど、ちょっとくれんかった。ツーショットもね撮れんかったね。ちょっと明日頑張って撮れるように頑張ります。そう、でもちょっと厳しいかもしれんね。次はね、お出迎えで会いましょう。明日来てくださる方は、明日は配信ないんだけど、明後日はね配信もありますので、楽しんでいきましょう。テロップ入れとこうかな。ねえ、ツアーももう終わっちゃうね。だと思った、それかって。はい、ありがとう。線抜けてないかなって、抜けてたらどうしよう。線一回あった、入ろうと思ったらもう本当に何かちょっとしかなくて、お湯が。悲しかった。もうその時はでも、もう入る準備しちゃってて、もう入る時だったから、もうシャワーだけにしたような気がする。水が溜まってるより、待って、水が溜まってた、お湯じゃなくて水が溜まってたこともある気がする。今その経験者ってコメント見て記憶が蘇ってきたかも。でもあんま覚えてないな、なんかあったような気がするね。どんどん聞こえる、ちょっと上に住まわれてる方かな。どん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 、そうだ、昼の配信で5月もお疲れ様でしたって言ってたけど、本当に今5月もお疲れ様でしたの時間、膝かと思った。え、私じゃないよ。私じゃないです、そのどんどんは。私がもう
めっちゃストレス溜まっとる人やん。膝でドンドンドンしながら配信してるってこと。めっちゃストレス感じてる人。そうではない。湧いたね。ちょっと止めてくる。よいしょ。じゃあ、おー、ほい、ただいま、お風呂に入れます。早い、もう沸いた。あの人は早く止めに行かなきゃ永遠に居続けるの。私たまにもう寝っ転がったりしてたら起き上がりたくなくて起き上がりたくなくてもうなかなか止めに行かないんだけど、そしたらあの人本当にずっと言ってくるの、永遠に、定期的に。どんぐらいだろう、1分おきとかに言ってくるから、その時はもう私が折れて止めに行く。なんかね、自動で止めてくれるとこだったらいいんですけど、自動で止まらんのよね。じゃあということで、お湯が冷めちゃうから終わろうかな本当に少しだけだったけど、15分ぐらい20分ぐらい、まさかの2回目配信でした。ありがとうございました。じゃあね、明日、明後日よろしくお願いします。私はお風呂に入って11時半までには寝るというプランでいきます。じゃあ一緒に早寝しよう。それじゃあ誕生。すごいどんどん言ってない？私無音じゃないと寝れないタイプだから、ちょっと困っちゃう。誕生見ます。ドゥダダン。13位キクちゃん、12位ヤマイさん、11位ヨッちゃん51さん、10位カズさん、さやかりん楽しい、9位デルピルロさん、8位カズサさん、7位ミーくん、6位ヨシトさん、5位イッコーさん、4位マーくん、3位ショウイチさん、2位ヒューガヒャンさん、そして1位ユウイチさんです。ありがとうございました。パチ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 、ありがとう。そして明日記事の方はあらひろさんです。おめでとうございます。それじゃあね5月もお疲れ様でした。バイバーイ。お風呂入ってきます。おやすみなさーい。バイバイバイ。おやすみメールは送ります。バイバーイ。またねー。